ルアーは釣りのたんび必ず洗います。やっぱり洗うと洗わないでは大違いで、これもボッシュワの釣りですね。完全に外洋の釣り、塩分濃度濃い海水で使った時は10分ぐらいつけます。水に浸かった状態で1分ぐらいしっかりつけとかないと、さって水かけて流したぐらいじゃなぜか塩分は抜けないですね。これ実際やってみると分かるんだけど、こうやってザッと洗って乾かした後ちょっとペロってね舐めたりするとしょっぱいんで、やっぱねちゃんとつける。だけどシーバスの時はもうさっとある程度水に浸したら水を切って流します。で、針がねすごい大事で、結局針先の維持ですね、ルアーの管理で一番大事なのは。で、針先をダメにするのはこのぶつかった時の衝撃、それからまあ魚かけたりボトムにね触ったりっていう、その針先が当たることによる摩耗とか折れですね。で、もう一つはこの塩分による錆腐食なので、基本的には釣りが終わったらどんなに眠くても、僕は自分家じゃないけど自分家の近くなんで一回寄って、最後朝3時だろうが4時だろうが洗って干して帰って寝ます。そしたら次の日また釣り行く時が多いんですが、もうね塩水抜けて水も乾いてて、またルアーボックスにしまえばねそれで OK なんで、こういう感じでねこう洗ったら、ここにかかんない場所に乾かして、こういう感じでね干して帰ります。はい、こんな感じ。はい、それではその後、じゃん、じゃん。お、でもねこれ結構みんな知ってるんで手短に行きます。知らない人向け、バスマットコーナー行くと珪藻土マットっていうのが売ってるんですね。これです。ちょっとね自分のもうめちゃくちゃ汚いんで新しく買ってきました。で、要は水を吸う石みたいな、土って書いてあるけど石ですね。でもねもう頭突き一発で割れるんで、落としたり頭突きしたりしないようにしてください。で、これに何使うかっていうと、濡れたものを乾かします。で、使い方はもうルアー干しですね。釣りから帰ってきて洗ったルアーですね。洗ったルアーこのまま開いといても乾くんだけど、やっぱ結構時間かかるので、自分は時間ある時っていうか上に持ってっちゃった時はこれをガッとひっくり返して、そうすると最初は濡れるんだけど水はあっという間に染みてって、で時間とともに水は乾くんですね。だからルアーからこの針とかから水分を素早く奪って、この接地面がすぐ乾くんですね。だから乾く時間が半分ぐらいで済むので、自分はルアー干しコーナーにこれを置いて、洗ってきたやつをガシャーってひっくり返してケースを立てかけて干して帰るって感じでやってます。さっきは本当キリがない世界なんで、まあ、どこまで妥協するかという話ですね。だから結構ね、まだレッドの話になって申し訳ないけど、レッドなんか抹茶色まっさびさびですからね。だけどちゃんとねこうでかい魚取るわけじゃないですか。レッドはねすごい、あれはね意図的にやってんじゃないかってぐらい針先が生クラなルアーを使ってでかい魚重いから刺さるの、うん、でフッコサイズは多分暴れるんで刺さりが悪いうちに外れちゃうの。そうやってでかいランカーを取ってんじゃねえかみたいな疑ってたぐらいそれをちょっと信じてたぐらい、レッドはでかいのとにかく取るんで、やっぱりそういう仕組みなんじゃねえかって言って、一回酒場か飲み会でなんか聞いたら、いやもう単純にね洗うのめんどくせえからってだけでしたけど、それぐらいワイルドなスタイルでもちゃんとねランカーをあれだけ仕留められるんだけど、まあ針先が鋭いに越したことはないですね。佐渡島のバトルでさ、レッドたちいいとこ行ったじゃん、うん、で俺たちちょっと譲った結果ちょっと外したじゃん、うん、だけど目いっぱいフルキャストして、うん、なんとかレッドが捕まえてる群れの上流側だけ俺なんとか届いてたの、うんうん、そこでかろうじてさギリギリバイト取ってる中さ、うんうんうん、レッドがパッカパカかけてさ、うんうん、割れた割れた割れたバラしてたよね、いい感じ、あの時ね、なんでだよとかって言ってたのを俺が上流で、いや、アリが錆びてっからだよよくあるからね、よくあるんだ、よくあるよ、よくあるんだ、あれだよね、前さ、うん、フィーモリーダーと、うんうん、宇久島、うん、後藤の奥島行って、うんうん、ですごい近くにいてさカメラが、うんうん、頭叩いちゃったんだねボーンって、うんうん、ルアーでカメラキャストの時、うんうん、あごめんごめん危ねえからちょっと下がってなんつってやってて、うんうん、でその後入れ食いになって、うん、また刺さんねえんだよ
なんでこんな場合なのに刺さんねんだよ、刺さんねんだよ、つおかしいおかしいっつったら、フィーモリーダーのここに、俺の針がこう。ケツに服ないの。そもそも針ないんだ。そう、針ないのね、一生懸命釣りしてて。刺さんねん刺さんねん、今日はバイトが浅いなとか言って、ルアーちょっと深くしようかとか、わけわかんない解説をしながらやってて、だからレッドはね、なんか天才的にかけるのがうまいの、食わせるのが、ルアーフィッシングにおいてそれをね、マイナス面でいろんなこう道具へのいい加減さが、ラインとかね、サオは切れたこれほら切れた、ちょっとトリコトリコフローティングでしょ、えフローティングフローティング、あれなんで切れんのやべ、リーダーカビ生えてたからな、ほらほらスナップが開いてる老眼でね、締めてなかったかもしれない、よかった魚かかってなくて、ね、危ない、何がすごいのか分かんないじゃん、いやだからその魚を見つけるセンスと魚に食わすまではもう、あった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 、脱帽なんですよ、そうそう、問題はね、かけてからなんだよ、俺の場合ね。ほぼ、ファーストフィッシュは、ほぼ 100% の確率でバラすから。嫌だな、これが変なハプニングの始まりじゃなきゃいいけどな。はい、OK です。すいません。あ、素晴らしいですよ、そのね、魚かける。魚探すのがうまいな、レッドは。それ、昔の棚子釣りとか、レッドは棚子釣りとか、棚子釣りやるよ。その辺でしょ、ルーツ、うん、釣りの原点。ハゼってよりは船とか、そうそうそう、まあそれも一応あれか、突き詰めていけば魚探しか、いやーびっくりした、このリーダー、やっぱリーダーが死んでんのかと思ったよ、なんかさ、リーダーの上にビールこぼしちゃってさ拭かないでほったらかしにしてたらさ、あの何リーダーのさ、あのゴムあんじゃんあそこがさ、なんか真っ青になっててさ、これこっから糸出してこの糸加えてライン組むのやだなーと思いつつ、こう今日昼間組んでて、視聴者の皆さん、言いたいことはわかります言いたいことはわかりますコメント欄に書いてください俺もかなおも思ったけど言わない俺なんかね、いろいろ考えて、道具とかもさ、一生懸命いろいろ考えて、一生懸命こう食い下がってポイント探して、そこにやっぱレッドがいて、レッドやっぱ来てるって言って並んでさ、嫌な予感すんなと思って、案の定駆け負けてくんだよね、こう何あのサドの時とかさ、木更津救援のバトルの時はまあなんとかスコア的に俺勝ったけど、もう後半もう後半レッドが手つけられないぐらい駆けまくるから、ほんと焦った、駆けまくってバラしまくるんだろ、木更津で俺がリードしてラムタラジャーキングっていう、なんか俺も普段絶対やったことないようなメソッドがドハマりしたんだよなそうそうバックバク出て、そのリードがなんとか守られてって感じだったけど、まあ、佐渡は本当にただでさえ負けてんのに、もうレッドがバンバンかけるから、まあ、焦る焦る、ヒット食ったーって焦る、バレたーって安心するみたいなでもさすがに 5回ぐらい続くとイライラしてくる、取れよみたいなできながら取れよ